回ございますでしょうか。 MBS の清水です。万博の、児童生徒の無料招待事業の件でお伺いをします。先日アンケートが締め切られて、未定検討中というふうに回答した学校に対して、まあ、意向の確認というのを今まさにやっておられるかと思うんですけども、その中でその未定検討中というふうに答えた学校に対して、まあ、事務局の方からメールが飛んでいて、でそのメールの文面の中にですね、その5月31日までに登録いただいた学校様を優先的に割り付けいたしますので、移動手段や入場日によってはご要望通りにお答えできない可能性が、ございますことをご了承くださいというのが一部が添えられています。でこれに関連して昨日吉村知事はですね、本人の中で、まあ、この優先的に割り付けるのかどうなのかというところに関してですね、まあ、ある面ではその今すでに希望が出ているところについてまず調整をしていくというふうに発言をしつつも、その優先順位をつけるというわけではないというふうに発言をしていて、このあたり結局どちらがあの真意なのかというのはちょっとはっきり分からないので、このあたり改めて説明いただけますか。当然どっかの段階で、この時期というのが来るわけですから、いや期限というのはあると思いますけれども、今の段階で優先順位を割り付けるべきではないと思います。そしてですので、そのご質問の話ならどっちかというと後者の方に害があるというふうに思ってもらって結構です。教育長にも確認しましたけれども、教育長もそういう考え方だということですので、ですのでその内部のメールがありますけれども、教育長の考え方とすればやはりまず5月31日で区切ったものを最優先するんじゃなくて、まず5月31日で区切った回答があります。で参加希望数があって、またこれは学年参加希望学年間も含めて手段も含めてかなり詳細なアンケートを取ってますので、まあ、それをここから6月で精査をしていくということになります。そして検討中未定と回答したところについてもう一度意思確認を詳細な資格には個別に行って、そして調整をしていくということになりますから、5月31日が過ぎた後で例えば未定検討 の, 学校がやっぱりこれは意義があると思うし参加をするべきだという学校があれば、それは5月31日前に期限前に回答したところと同じように扱うべきだと思います。で実際同じように扱うことになると思います。となると、じゃあ先ほどちょっと、まあ、我々が取材の中で得たこのメール、内部のメールなんですけれども、まあ、これに関しては、まあ、改めてこう撤回するなり、まあ、改めてこうメールを送り直すなり、まあ、このままの分位だとその知事のおっしゃった意図は全く伝わらないと思うので、この辺りの対応をどういうふうに考えますか。そうですね、まあ、これは教育長も今私が申し上げたようなやり方で基本的にはそう考えているということなので、ちょっと訂正の連絡をするのか、ちょっとそこはもう教育長に任せますけれども、局所の方針はそういうことです。僕もそういうふうに考えています。だっておかしいと思う。5月31日で期限があって参加希望された、で未定検討中のところを確認した上でやっぱりそれだったら我々も参加しようというところが、5月31日に参加してなかったから不利に扱われるっていうなる不利というか、そこはもう優先順位がもう決まりました、決まってますっていうのは僕はちょっと違うなというふうに思っています。昨日の記者会見で申し上げた通りです。で6月中におそらくより詳細な調整事項するとは思うんですよね。ちょっと僕もその中身まだ聞いてないですから、どのぐらい の, 参加コースが聞いてますけれども、それぐらいしか報告も聞いてませんから、より詳細な調査、報告、調整というか、それをすることになると思います、この6月。なので、まあ、それが明らかになれば、また報告は受けることになるかなと思ってます。ただ、その6月に調整している中で、未定検討中の学校が、やはりこれは教育的な意義があって参加の意向ですということがあれば、それは5月31日に回答したところとも区別する必要は全くないと思います。ありがとうございます。他にございますでしょうか。すみません、関心のところです。関連してなんですけど、そう意図とは違ったようなメールが流れたのは背景っていうんですか、どういうような流れでそういう知事の思いと違うようなメールが流れたんですか。これはちょっともう事務局一つ一つが出すメールまでにはなかなか僕も関与できないですけれども、ちょっとそこは教育長に聞いてもらったら詳細だと正確だと思います。教育長と業者の相手の、まあ、コミュニケーションというのは、ほとんど教育長の丸投げだったみたいな、そういうようなことがあったんでしょうか。丸投げというか、やっぱり そこ の, やっぱ事業者が意思確認してますので、教育長が直接やっているわけじゃなくて、事業者が意思確認をしているところがあるので、ということだと思います。なので、事業者自身が
に当たるときに、まあ、少し祖母というか、そういうのがあったのかもしれないけれども、まあ、でもこれはその実務の担当者を、まあ、そこまで責めるというのもちょっと違うかなという気もしますし、メールのやり取りをしている人いると思うんですけれども、やはりその人はやっぱりいろいろきちんと割り当ての整理をやっぱりしていかなきゃいかんという立場の中で、そういう思いがあってやられているところもあると思うんですよね。実際先ほど申したけど、ね、どっかでやっぱり後からやっぱり参加したりするとどんどん出てきて調整できなくなっちゃいますから、まあ、そういった意味でも今回も参加希望するとか確認をして割り当てしていくというふうに言ってますので、なので僕は31日でバッと区切る必要はないと思うんですけども、やはりそこで割り当てした後にやっぱり参加したいです、こんな情報が出てきたからやっぱ参加したいですって言ってもなかなかちょっと難しくなるよねっていうところはあると思うんですよ、ね、なのでその実務の担当のメールを送る担当者の人はある程度やっぱり調整をきちんとやっていきたいという思いがあったんだとは思うんですけれども、ただそこは実際教育省の考え方にしても、僕もそうですけど5月30で1で区切った人を優先して学校を優先して、で例えばその後やっぱり我々もやっぱり参加規模だというふうに出したところを優先にいわゆる劣後して扱うというようなことは僕は間違ってるんだろうと思います。だからちょっとそういうふうに受け取られかねないメールだなというのは確かに思いますけれども、多分担当者とすればやっぱり整理して調整していくという中で、そういったメールを作ったんだろうとは思います。なので僕は担当者専用のつもりは特にないですけれども、ちょっとやっぱり教育省が考えていることと僕の考えていることもちょっと違うところはあるのかなというふうには思います。